案の定だな。そう言ったはずだ。何が。いいところに来た。だがすぐにここを離れてくれ。ここは長くない。水中防衛ラインが時期決壊するとヌビレットさんに伝えてくれ。お前たちはどうすんだよ。あの方が到着するまで私たちが最後の砦だ。ここのゲートどれくらい持つと思う？そりゃ俺らの頑張り次第だ。旅人、今すぐ歌劇場に向かってほしい。もうじきフリーナがそこで召使いに会う。どうかフリーナを守ってくれ。くれぐれも彼女を召使いと長く二人きりにさせてはいけない。ああ、必ず。心から感謝する。話は聞いております。こちらへどうぞ。ヌビレット様からすでにお聞きになっていると思いますが、ここから先は武力行使に適さない場です。ですがそれでもできる限りフリーナ様の安全を守るようご尽力ください。ほう、フリーナ殿がおっしゃっていた貴賓は君たち二人だったのか。もちろん、二人はこの場に不可欠な存在だからね。デザートを並べた僕のテーブルの前に客人が二人もいないなんてありえない。それだとあまりに寂しすぎて僕の身分には不釣り合いだ。お会いできて光栄だ、旅人。ご高名をかねてから伺っているよ。私はファデュイ執行官、召使い。君たちの席はもう用意してあるよ。さあ、僕の隣にかけるといい。私とフリーナ殿の習慣についてきっと二人はまだ知らないだろう。実はつい最近約束をしたんだ。時間があったら一緒にお茶を楽しもうとね。ほら、
これはフリーナ殿が大変気に入っているケーキだ。毎日限定で16個しか販売されず、タイミングを逃せばすぐに売り切れてしまう。旅人とパイモンもぜひ召し上がってみてくれ。旅人、ケーキはどうだった？そうか、なら私も安心した。やはり講師の言う通りのようだ。君の好みは私とフリーナ殿と大して変わらない。最近彼はどう過ごしているのか。ここにいる皆も知っているだろう。講師が失踪したということをね。全く心配で仕方がない。彼が泳ぎに長けているといいんだが。そういうことなら僕からも一言付け加えよう。その者の武芸はまあ悪くないものだ。うん。おや、フリーナ殿も彼の武芸について存じているようだね。ああそうだ、忘れていた。彼はまさに君の目の前で最高審判官ヌビレット殿に裁かれたんだった。私の同僚はよそでも通用するくらいの腕前なんだが、まさかああいった人物を相手にするとは思わなかっただろう。ヌビレット殿の手際にはまさに感服せざるを得ない。そうだろうな、君であれば確かに調べられるだろう。そこはもっと喜ぶところなんじゃないか。もちろん喜ばしいことではあるが、いささか残念なのだよ。この情報をもう少し早く聞けていれば私ももっと喜んでいただろう。だが講師が失踪してからすでに長い時間が経っている。おい、生きてるからな。そこについては安心していいぞ。おや、どうしてそんな確証を持てる？だってオイラたち、あいつがメロピデ要塞を離れた手がかりを見つけたんだ。その手がかりはどこへ向かった？メロピデ要塞は水中に位置している。正門から堂々と出ない限り水路を使って脱獄することになるはずだ。彼が無事に海底から離れられた証拠を見つけたというのか？ほう、それはいいことだ。つい先日彼の妹のトーニャからここフォンテーヌに手紙が届いた。残念ながら彼はいなかったため私が代わりに受け取ることになったが。そうだ、教えてほしい。彼が普段どんな風に変身しているのか。拝啓、親愛なるトーニャ。俺は今歌劇場の前で街の景色を堪能してる。こんな感じでいいのだろうか？手紙というのはある程度の型があるものだ。内容さえ正しければどんな書式でどんな言葉を使っても。あれ、カップの中身が揺れてるぞ。これもきっとある種の予兆だろ、フリーナ殿。その言い方よく理解できないんだが。予言が次の段階に入ったんじゃないか。ご苦労、あとは私に任せるといい。本当にお一人で？問題ない。へえ、この状況に対処できるってことは
やはりもしくは責任感が強いだけってこともありえるか。一理ある。予言の日はいつか訪れるかもしれない。だが今ではない。一種族さえ容易に滅ぼせる太古の力、果てなき災厄は憤怒の発散に等しい。この度の審判はあまりに壮大ゆえ、採決に参加できそうにない。どうやら中の問題は解決したようだ。つまり俺らもしばらくは大丈夫ってことだな。ああ、しばらくは。今回の賭けは俺の勝ちってわけだ。さて、景品をもらおうか。確かに、あなたの言った通りだった。賭けをしたのか。あんたが一人で来るか、大勢を引き連れて来るかな。一人で来るはずないって、クロリンデさんは思ってたのさ。立場上、そうあるべきだと思った。けど、この件の機密レベルは、私の予想を上回っていたようだ。あんたもそろそろ機密性の高い仕事に慣れてきたじゃないか。法廷ってのはそういう場所だからな。それで賭けに負けた者は何を渡すのだ。茶葉か。公爵の執務室に茶葉などいくらでもあります。法典を送った方が有意義なはずです。なんだ、俺の法意識が低いと皮肉ってるわけじゃないよな。公爵はメロピデ要塞を法の及ばない場所として扱ってはいなかったと思うが。ここには法典に興味を持つ者などあまりいないと思っていたが。さっきの話は冗談に決まってるだろう。で、水の上にはまだトラブルが残ってるのか。急務があるのでしたら先にお戻りください。あなたがパレメルモニアを長く離れられないことは我々も承知していますから。ああ、向こうも順調だといいのだが。ふん、いいだろう。おままごとはここまでだ。フリーなどの神として先ほどの事象が何なのかを完全に把握していることだろう。それともそれはあくまで私の憶測に過ぎないのかな。君のその表情を見るに私の考えが間違っているのではと疑ってしまうのだが。何が言いたい。この後に及んで外交的な立場で話す必要もないだろう。フォンテーヌ人の一人として言わせてもらう。予言にある内容が少しずつ現実になってきている今、それについて最も把握しているのは君だ。にもかかわらず君はここでのんきにお茶を飲みケーキを楽しんでいる。まるでガーデンの中に虫が数匹迷い込んだくらいにしか考えていない。このままで本当にいいのか。予言は全ての人の頭上に吊られている剣だ。あらゆる勢力が災いを防ぐ方法や自分を救う方法を模索している。ハウス・オブ・ハースの孤児たちでさえこの故郷を救おうと尽力しているのだ。
それなのに君は魔人フォカロルス、君は終始何の動きも見せない。驚くほど悠長に構えている。違う、僕は予言を軽んじたことも悠長に構えていたこともない。今の発言を撤回しろ。神に対して勝手な憶測をするなど不敬極まりないぞ。いや、私一人だけではない。フォンテーヌに住まう数多の民たちが同じ疑問を抱いているはずだ。水の神よ、君はどのようにして彼らを救い、私たちを救うつもりだ。君が庇護すべき民たちはいかにしてこの時期沈んでしまう土地で生きればいい。僕はもちろん方法を用意してる。これまでずっとそのために努力してきた。僕のことは軽視してもいいが、僕を否定する資格など君にはない。フォンテーヌは必ず救われる。今はまだどんな未来になるかは見えないけど、このまま続けていけば僕は誰にも恥じることなく胸を張れる。ならば問おう。フリーナ殿が言う努力とは、それはどこで見られる？僕は予言と同じく、全てはその時が訪れれば開示される。君はただそれらが見えていないだけに過ぎない。なるほど、さすが神だ。その努力とやらが私たち凡人には見えないものだとは。では僭越ながら質問の仕方を変えさせてもらおう。フリーナ殿、開示できる部分だけを私たちに教えてもらうことはできるだろうか。例えば、そう、この災いに対する措置とか。措置は。その表情から察するに、まさかこれも言えないと。措置も秘密にすべき内容だ。では少しヒントをあげよう。君たちの諭旨裁定カーディナルは一体何のためにあるものなのか。今まで蓄積してきた膨大な立証混合エネルギーは何に使うつもりだ？諭旨裁定カーディナル？それはただ見ての通り。君もよく理解していないと、そういうことかな。私の推測が正しければ、ある計画を企てている者がいる。ただ残念ながら、それは君ではないようだ、フリーナ殿。リネが歌劇場にいた時、ほんの少し油脂器に近づいただけで、大量の立証混合エネルギーが付着した。それで、このことに気づいてね。この件も君とは無関係となると、水神様ともあろうお方がまさか本当に何もしていないわけじゃないだろうね。おっと、なるほど、そういうことか。最高審判官のヌビレット殿がお茶会に出席していないのを見るに、彼はフリーナ殿に命じられて何かトラブルの処理をしているのだろう。あ、そうだとも、そういうことさ。このことは内密にしてくれ。それは無論だが、最高審判官殿がそばにいないとなると、フリーナ殿もさぞかし自信を失うようだ。さて、話はここまでにしよう。まだケーキが少し残っている。そちらの皆さんで召し上がってくれ。旅人、先日最高審判官殿に面倒な仕事を任せられたと聞いている。どうぞケーキをもう一つ取ってくれ。苦労した者は報酬と感謝を受けるべきだからね。パイモンもさあ。ありがとな。じゃあ遠慮なく。やっぱりケーキは最高だな。
この僕のテーブルに乗るデザートはどれも一級品だからね。あ、そうだ、召使いが美味しいケーキを持ってきてくれたことにも感謝しないと。礼は結構。ここにいる皆さんに味わってもらえるのはケーキにとっても本望だろうからね。私はただフリーナ殿の好みに合わせて一緒にお茶を飲みながらおしゃべりできるチャンスを用意したに過ぎない。さて、もういい時間だ。今日のお茶会もそろそろお開きにするのはどうかな。私はまだ用事があるので先に失礼させてもらおう。よかろう。ではお開きだ。旅人、もしよければ私をそこまで送ってくれないだろうか。最後の数分間で少し講師の話がしたい。オイラも一緒に行くぞ。このお茶会、想像以上に厄介なものだった。ん？ああ、コホン、なぜ僕のことをそう見つめている？何か用でも？特になければ僕は休ませてもらうぞ。付き合ってくれて感謝する。まあ、講師はただの口実で、君たちと彼の間に何があったかなんて興味はないんだが。やっぱりな、そうだと思ったぞ。前回、君がハウス・オブ・ハースの子供たちを救ってくれたことだ。彼らの父として礼を言わせてもらう。私はそんなダメな父親に見えるか？ハース・オブ・ハースはとても大事な存在でね。私が子供たちを大切にしていることも君なら知っているはずだ。公式な場では公式な話題を、逆にそうでなければ公式な話題は避けるべきだ。話はそれだけさ。メロピデ要塞から戻ってきたばかりだと聞いてる。何もそう気を張らないでくれ。君から情報を聞き出そうとしているわけじゃない。あそこにはリネ、リネット、それにフレミニがいる。私は子供たちの能力と判断を信じているからね。おう、あいつらすごく頑張ってたぞ。邪魔をしてくる奴には全力で抗ってな。特にリネの奴が。リオセスリだろ。あれが手強いのは知っている。だが、リネは強がりでね。他の者に頼ることをもっと学んでほしい。例えば、この私とかをね。ただの世間話だと思って答えてくれ。フリーナ殿についてどう思う？君は争いの外にいて、フォンテーヌで最も自由であり、何者にも縛られていない。私の視点から教えてやろう。以上がこたびの審判の顛末です。皇子様は有罪判決を下された後、そのままメロピデ要塞へと応送されました。休暇を過ごしていたはずなんだがな。これほどの面倒事を残しておいて、羞恥心というものが全くないのか。そのまあいい、全く無意味なわけでもない。ある人物に会いに行こう。手配いたしましょうか？いや、必要ない。私が直々に動く。
水神フリーナ殿に会う必要がある。彼女こそフォンテーヌの中核を担う存在。しかし面白いことに、彼女は神というよりもスターに近い存在と言える。おや、おちびちゃん、こっちにおいで。わ、逃げた。待て。私の目標はあくまで神の心の場所を特定すること。だが、まさかフリーナ殿にこうも簡単に近づくことができるとは。あまりにあっけなさすぎて疑いたくなる。無防備であればあるほど、それは餌である可能性が高い。だが、餌に手を出した人を責めることはできない。なぜなら、餌は釣り針にかけられた瞬間、犠牲になる運命からもう逃れられないのだから。事実はまさに私が手を出す直前にしていた予想と同じ。水神は神の心を持っていない。それに加え、彼女はどうにも神には見えない。その身には何らかの呪いの気配がある。君は誰？何をする気だ？殺さないで、お願いだから。この瞳に宿る恐怖は決して嘘ではない。餌ではないことがこれでほぼ確定した。彼女に手を下す意味はなくなったようだ。私は難なく現場から離れられた。誰も私を探さなかったし、ましてや私が水神フォカロルスを襲撃したと告発する者もいなかった。フリーナ殿はこの件を他人に伝える度胸すらなかったのではないだろうか。しばらくすると、案の定スパイから情報が入った。フリーナ殿は邸宅に戻った後、声を抑えながらすすり泣いていたそうだ。彼女はとても怖がっており、一晩中眠ることもできず、ケーキさえも喉を通らなかったという。疑う余地もない。フリーナ殿は何か問題を抱えている。私はある一つの推測を立てた。もしかすると真の水神は彼女ではなく、最高審判官のヌビレット殿なのではないかと。私には神の心を見つける使命がある。もしその推測が正しければ、神の心はヌビレット殿のところにある可能性が高い。それか、一般人では近づくことが許されない場所に隠されているか。お父様。ああ、子供たちか。メロピデ要塞から情報が届きました。孔子様が失踪したとのことです。またメロピデ要塞に潜伏していた者と買収していた監視との連絡が途絶えました。例のリオセスリという者がやったのだろう。おそらくそうだと思います。執行官一人の価値は往々にして高いものだ。それも想像以上にな。これでフォンテーヌ側には外交的な責任問題を突きつけられる。実にいい機会を得た。水神フリーナ殿と最高審判官ヌビレット殿に会おう。面会の手配を。それからリネ、リネット、フレミネ、君たち三人にはやってもらいたいことがある。はい。孔子タルタリアの失踪は計画外のものだったが、突破口となる。こちらの正当性を訴えた後、私は計画を進めるための布石として譲歩しよう。そしてフリーナ殿とヌビレット殿に探りを入れる。流れは完全にハウス・オブ・ハースにある。メロピデ要塞の調査に私が行こうとするのはただのブラフ。本当に情報を集めるのはリネたちだ。その後のことは君も知っているはずだ。君はリネたちとも交友がある。隠すつもりはない。お前水神を襲ったのか？どれだけ大声で叫んでも
それが公になることはない。フリーナ殿でさえ何事もなかったかのように振る舞っているのだからな。そうか。私はフリーナ殿と2回お茶を飲んだ。正直フォンテーヌの上層は想像よりも複雑らしい。以前はあのヌビレット殿こそが水神だと予想していたが、今となってはそれも違う気がする。私は氷の女皇に付き従っている。神のあるべき姿を知っているんだ。だがヌビレット殿といい、フリーナ殿といい、どちらも何かが欠けている。あれが神だとは到底想像できない。これは単に私個人の感覚に過ぎないが、大半の場合感覚というのには理由がないものだ。情報を扱うものだというのに故郷の神が誰なのかさえわからないなど、実に笑える。フォンテーヌは特別だと思わないか。まだ多くのことが水面下にありながら、こうして災難が迫りつつある。フォンテーヌ人が生き延びるには、おそらく自分たちでその術を考えるしかないのだろう。結局のところ生きていることでチャンスは訪れる。今後もし必要な時が訪れれば、君と協力関係を結ぶことだって辞さない。すぐに答えを出さなくても大丈夫だ。何せ事態はここから先まだ変わる予感がする。君の名前はよく大義と結びつくことが多い。いずれ共に手を組む日が来るはずだ。ふん、こんなに早く戻ってくるとはな。いろいろと話したいこともあるだろう。私はこれで失礼させてもらうよ。ヌビレット、問題は解決したのか？ああ、現段階ではな。だが長期的に見てこの問題は非常に厄介だ。フォンテーヌがいずれ予言にある光景に直面するのではないかと憂慮に耐えない。フリーナを守ってくれたこと感謝する。うん、簡単に言えば、私が力を使って大海の水を押しのけ、あのゲートを再び封印した。やはり召使いがフリーナに圧力をかけたか、明らかに探りを入れているようだが、その動機は私にもわからない。聞こう。お前が水神ってことはないよな。あ、いや、適当に言ってみただけだけど。言えないのか。他の話題にするか。別に無理に聞き出すつもりはないし。お前たちって本当変わってるよな。そのお前たちが私とフリーナを指すとして、君たちが何を想像しているかは分からぬが、私と彼女では様々な点において立場が全く異なる。ああ、メロピデ要塞は歴史が長い。あそこには数多くの苦しみと痛みが存在する。そして今災難が訪れようとしている。なんと嘆かわしいことか。ん？なんで急に雨が？おそらく君の思った通りだろう。なんだなんだ？水？ん？うえー！そう驚かないでくれ。フリーナ。はあ。聞こえてるか？ああ、すまない。当てずっぽうで言ったんだけど、まさか当たってたのか？なんか言ってくれよ。君たちの推測は正しい。だがどうか内密にしてくれると助かる。
任せろ、絶対に誰にも言わないぜ。でも実はまだ一つ聞きたいことがあるんだ。ああ、言ってみるといい。お前は水元素の竜王としてメロピデ要塞の大海の水を押しのけたんだよな。フォンテーヌの予言も海水と関係があるんなら、お前の力でその危機を解決できないのか。現在私を含む全ての元素竜は完全な状態ではない。話によると最古の戦士がテイワットに降臨した際、竜の力を一部奪ったという。今の七神の剣能はその奪った力によるものだ。竜には七つの元素があって、神にも七つの元素がある。あの時代を経験した先代の水の竜王は遥か昔に見まかられた。私はその後継者だが、それら古き歴史についてはあまり知らないのだ。神の消失によって元素を操る剣能が変換される。そのようなことが起こらない限り私も何もできないだろう。現状からして他の方法で予言に対抗することをお勧めしよう。お前でも解決できないってことか。ところで私はこれから少し急ぎの用事を片付けなければならない。もしまだ聞きたいことがあるのなら、また別の機会を見つけてそれらにまつわる古い話を語ろう。おう、オイラたちもちょうど行きたい場所があるんだ。旅人、メロピデ要塞に戻ろうぜ。オイラちょっと心配なんだ。じゃあまた今度な。ああ、達者でな。君たちどうして戻ってきたんだ。クスト、ラベリエンヌ。おいおい、まさかまた捕まったわけじゃないよな。え、そういうわけじゃないけど。くそ、あの騒ぎに乗じて逃げたかと思ったのに。数少ない脱獄者の一人かと思ってたが、まさかそもそも逃げてなかったのか。あはは、悪いな、オイラたちちょっと用事があって。まあまあ、そんなことより無事で何よりだ。こいつな、ずっと二人のことを心配してたんだぞ。僕だけじゃないだろう。君だって同じだったじゃないか。そうだな、ここ数日厨房の手伝いを俺もしてるんだ。さっきクストと一緒に働いてた時、こいつ人参相手にブツブツ言っててな。あの二人大丈夫なのか、まだ生きてるよなってさ。そういう時はいつも大丈夫だ、きっとどこかで何か飲みながら景色でも堪能してるに違いないって返事してやってる。ふん、同じ監獄で過ごしてるんだ、気にかけてやるのは別に普通のことだろう。それにこいつら僕の話を聞くのが大好きだったしな。この二人、思ったよりずっと親切で面倒見がいいんだな。二人とも今度たらふく食いに来てくれよ。いつか僕たちもあの二人と一緒に食事できたらいいな。自分の料理を振る舞うのか。それもいいな、腕の見せ所だ。看護師長、旅人、パイモンちゃん戻ったのね。大丈夫？怪我してない？おう、ピンピンしてるぞ。お前たちは？あれだけ大騒ぎだったんだから
どこもかしこもめちゃくちゃになってるだろう。大きな問題はなかったか？怪我をした人が少しいるけど、全体的に見ると大したことはないのよ。ヌビレットさんがここに来てくれたおかげね。一時的にだけど危機を抑えることができたみたい。君たちも助けてくれてありがとう。でもヌビレットのやつ、なんで自分の力が必要だって分かったんだ？ヌビレットさんは水元素と強く共鳴できるから、増水した海から巨大な波紋を感じ取ったんだと思う。囚人たちの手当てをしてた時、あのボムブラザーズから聞いたんだけど、危険も顧みずに下層部へ走っていたんだって。こうして君たちが無事なのを確認できて、ようやく一安心できそう。もし急いでなかったら、ここに泊まっていてちょうだい。何か食べたいものがあれば、いつでもうちに行ってね。ウォルジーさんに用意するよう頼んであげる。それと疲れてたら医務室を使って自由に休んでくれていいから。ちょうどうちも君たちの顔の筋肉をもっと観察したかったの。君たちの楽しそうな笑顔ってとても魅力的で、すごく素敵なのよ。うちそれをもっと見ていたくって。時間があったらメロピデ要塞に泊まっていって、歓迎するから。行こう。このカードのマークを当ててみて。威張る猫かな。あ、二人とも来てくれたんだ。旅人、バイモン。こんにちは。おう、フレミでもだいぶ良くなったみたいだな。うん、みんなのおかげで。その、僕、勇気を出してクロリンデさんにお礼を言ったよ。その、大丈夫って言われた。人を助けるのあんまり大したことだと思ってないみたい。何か恩返しをしようとも思ったけど、お返しはいらないって。フレミネに余計な気を使わせたくないんだと思う。そんなに気にする必要はないわ。そっか。そうだ、オイラたち歌劇場に行ったんだけど、そこで召使いに会ったぞ。お父様に何か言われた？意味深なことを言われたな。いずれ共に手を組む日が来るはずだって。お父様の君たちに対する態度は、僕たちが予想してたものよりも友好的だったみたいだね。よかった、旅人。お父様を信じてほしい。お父様にはお父様なりの責務がある。必要な時が訪れれば、惜しみなく力を貸してくれるから。その中には、もちろん君も含まれてるはずだ。うん。お父様はとてもすごいお方だから、信頼して。あ、そういえば、召使いがリネのことを強がりだって言ってたぞ。他の者に頼ることをもっと学んでほしいってさ。その通りだね。うん、お父様が言いそうなこと。ちょっと、しばらくここに残るの？多分そうなると思うぞ。よかった、一緒にお茶会ができる。お、いいな。
オイラケーキをもっと食べたいぞ。もっとってことは上でも美味しいケーキを食べてきたんだ。そう、よかったね。次は私たちと一緒にお茶を味わいながらデザートを食べましょう。今度お茶会の準備をしてもいい？ああ、それはいいね。僕も賛成だよ。僕も手伝う。ジュリエ、看護師長から聞いたけど、お昼ご飯を食べてないんですって？ん？ああ、仕事が忙しくてうっかり忘れてた。もう、いくら忙しいからって。あれ？あなたたち！ジュリエ、ルール B、無事だったか？なあ、ここ最近はかなりバタバタしてるけどね。君たちは大丈夫だった？お前たちは？医務室の秘密通路の先にあるあの巨大な船の研究をしてるのか？ええ、でもこの秘密を知っているのは私たちだけですから、絶対に他言無用ですよ。医務室が混んでる時はとても面倒だが、まあそれでも公爵の執務室を通るよりマシさ。あなたがよく医務室でサボっているのも事実ですけどね。君だってしょっちゅういるだろ。お前たち船作りなんか口実で、本当は一緒にいたいだけなんじゃないのか？ありえない。ジュリエ、私たちについて変な噂が流れてるみたいですし、なんとかしてください。僕一人じゃどうにかできそうにないけど、まあ暇な時にでも考えておくよ。シャバに出た囚人がまた戻ってくるとはな。どういう風の吹き回しだ？メロピデ要塞の状況を確認しに来たんだ。大丈夫そうか？大した問題はない。ヌビレットさんが厄介な問題をいくつか解決してくれた。そんなにすごいんなら、あいつにここに残ってもらうよう説得すればよかったんじゃないか？ほう、そいつはナイスアイディアだな。一つの水たまりのために法廷全体を捨てるよう、最高審判官を一緒に説得しようじゃないか。慌ただしく降りてきた挙句、お茶を一口も飲まずに帰っていった。まあ、看護師長からのプレゼントだけは受け取ったみたいだが。本当に忙しいんだな。それと、クロリンデさんも帰った。同様に、看護師長のプレゼントを持ってな。プレゼントってミルクセーキか？ヌビレットさんのはそうだ。クロリンデさんに渡してたのはリップクリームだったな。え？ずいぶん違うんだな。クロリンデさんはヌビレットさんほど忙しくない上に健康を維持できてるのが理由だろう。それに看護師長はレディーに美容品をプレゼントするのが好きだしな。そうだ、
あんたらへのプレゼントもある。看護師長からか？いや、俺からだ。メロピデ要塞での仕事を終えたからにはいつでも水の上に戻れる。だが、あんたらが使ってたあの牢屋は、ケーキが終わるまで好きに使ってくれて構わない。本当にいいのか？じゃあまだまだ住んでもいいってことだよな。ああ、あんたらには食堂を無料で開放しよう。ひひ、やったぜ。ケーキが終わる日になったら俺のところまで手続きしに来るのを忘れるなよ。手続きを踏まないと、あんたらの犯罪記録はずっと残されたままになる。だから、ケーキが終わって釈放される前に必ず俺のところに来てくれ。もう囚人じゃないし、気分もちょっと違ってくるよな。そうだな。でも実際のところ、オイラたちってそもそも悪いことしてないし、いつだって胸を張っていいと思うぞ。問題があるのに、オイラたちはたった二人でそういうのをずっと解決してきた。これってすごいことじゃないか？オイラもカウントしてくれるのか？冒険者はお前だけだろ？じゃあ今度キャサリンに会ったら、オイラも冒険の証をもらわないとだな。ひひ、冒険者パイモンだぜ。考えるだけで嬉しくなってきたぞ。じゃあオイラは寝るから、お前も早く寝ろよ。前にここで寝た時は、目が覚めたら外が大騒ぎになってたんだよな。大海の水が上がってくるなんて、正直かなり怖かったぞ。今回はさすがに何もないよな。うん、じゃあおやすみ。